トノです。どうもトノさん、よくいらっしゃいました。またまた呼んでもらっちゃいました。はい、もうね、テツさん、この雲もう暑いんですよ、今日この格好恥ずかしい。暑いですよね、もう熱中症、皆さん気をつけてください。浜松暑いですよ、浜松暑い、暑いでね、そんな暑い中、ね、今日は実はオーディオの話というか、うん、オーディオネタにはネタなんだけど、テツさんのね、秘蔵音源を惜しげもなく今日は流してくれるということで、はい、そういうことです。ちょっと珍しい音源ですから、これはね、視聴者の方ぜひこのプロのミュージシャンの音楽性ってのをよくわかると思います。なので今日は純粋に曲をね、何曲か流すんで、うん、それを自分のシステムでちょっと楽しんでもらう回ということです。はい、それで結構する。はい、じゃあ1曲目はな、どんな曲？1曲目はね、はい、ショパン。ショパン、ショパンですよ、はい、まあ、ショパンですからピアノ曲ですよね。ピアノ曲、はい、その中の、まあ、前奏曲、プレリュードっていう、プレリュード、プレリュード、これをね、いつも使ってるサックスの方と、はい、当日来た、今アメリカに行っちゃってるんだけども、はい、ギタリスト、はい、この2人がね、即興で何かやろうという話をしてて、はい、この曲知ってるかっていうわけで、あのプレリュードをポロポロンと弾いたら、なんとなくできそうだっていうことで始まったセッションなんですよ。その場の即興セッション。これ素晴らしい。なので簡単に言うと、いつも聴いてるクラリネットもそうですよね。そう。クラリネットとサックスが実は同じプロ奏者なんですけど、いつも聴いてもらってるの。彼とそのアメリカの、アメリカ行ってるあのギタリスト。アメリカのプロギタリスト。ジャズギタリスト。まあ有名な方ですよ。有名な方。もしかしたらギターその聴けば分かる人もいるかもしれない。かもしれないね。有名なジャズギタリストとのセッション、即興セッション、即興セッション。それが1曲目。はい、1曲目。で、2曲目はね、はい、クラリネット吹きの方が自分のお弟子さん、はい、お弟子さんのサックスプレイヤーゲストに入れて、はい、メモリーオブズユーをジャズのカルテットでやってる演奏。じゃあお弟子さん、そのいつものクラリネット吹きの方のお弟子さんとが入ったカルテット。メモリーオブユー。メモリーオブズユー。それと最後はね、はい、これは3曲、3曲いきます。3曲で最後はね、はい、まあ、純粋にクラシックバイオリニスト、はい、今イギリスにいるんですけども、はい、まあ、有名な方です。これも彼女が、まあ、彼女、女性ですよね。女性がね、バイオリン、あのバイオリン、ガルネリ・デル・ジェスっていう、あの聞いたことないかもしれません。ガルネリ・デル・ジェス、ガルネリ・デル・ジェス、うん、あのストラディバリウスとはまた違ったあの制作家なんだけども、そうなんですか。まあ、当時ウーオークエンのバイオリンのコンサートをやった時に、じゃあアンコールで何かお願いしたら、じゃあ私今日本にいるから、うん、日本の曲を1曲ソロでやりますで残してってくれた「工場の月」、これがねソロで聴きます。このバイオリンの音聴いてください。ぜひ素晴らしい。はい、分かりました。じゃあ今日はそんな、そう、3曲、3曲、あと今日はね、ということなんで、ちゃんとタスカムで撮りますあ、この間ね、名倉のデッキそこにありますけど、あれは iPhone で撮ったんですけどね、名倉のデッキじゃなくて今回はタスカムで撮るんで、頑張っていい音撮るように頑張りますんで、うん、ぜひ感想コメントでいただけると嬉しいですね。じゃあ、はい、もう3曲続けてどうぞ、ね、聞いてみましょう。どうぞ。はい、いや、ちょっと今聞いたんだけど、めちゃめちゃ生々しいじゃあ生音と同じレベルぐらいで音出しましょう。あ、この音量がね、ここで撮った音ですから、ここで撮った録音だそうです。やばいな。じゃあテッサンお願いします。はい、スタート。
これもうなんか途中のギターソロのとこなんてもう最高でしょ。即興の緊張感、緊張感どこでね、どこでサックス入ろうかってこの掛け合いのやばいっすね。このプロのこれ多分そういうあの聴き方ができるね方は分かると思うんだけど、もうあのソロの緊張感はやばい。自分だったらもう入れないそういうレベルですよね。いやーすごい素晴らしい。じゃあお次は、じゃあメモリーオブユー、メモリーオブユー、はい、いきます。クラリネットはいつもの今の今のサックスショー奏者で、サックスのゲストがお弟子さん、今のサックス吹いてた方がクラリネットで、うん、今からの曲のサックスがお弟子さん。はい、thank you.
ゃいい。いやーもうね、このライブ聴いてるみたい。もうなんかいいライブ聴き終えた感じだな。めちゃめちゃお弟子さんって言ってもこれプロですよね。ね、でも女性いや、お弟子さんって言ってももう50近い、もうプロ中のプロらしいです。そうなんだ。いやー感動した。いやもうあのドラムのブラシも最初から最後までめちゃめちゃ立体感がある録音で、さすが哲さんでございますね。これを録音しちゃってるんでね。最後、はい、純粋にクラシックです。これはバイオリン、そのもう何億円のバイオリンですね。なんて名前でしたっけ、バイオリンの名前。ガルネリ・デル・ジェス。ガルネリ・デル・ジェスです。イタリアンです。覚えれない、イタリアン。じゃあお願いします。Thank you.
感動、感動、感動しました。トゥスさん、これもここで演奏したんですか。やばいな。もう響きがあればいいんだけど、もうかなりデッドだもんだから、ちょっとバイオリンつらいですね。あ、そこういう感じが。なるほど。だけどいろんな奏法を駆使して弾いてますね。いやいや、もうこんな奏法あるんだっていうのを知ったっすね。感動しました。さあ、なのでこれちょっとまだ決めてはないんですけど、結構ね、かなりの大人数の方があの公式 LINE アカウント登録してくれてありがとうございます。で、こういうね、てつさんの音源をもしかしたらグループ内で販売みたいなこともしようと、今ちょっと突然言ってます突然言ってますけど、そういうことも考えていくので、まあ、とりあえず LINE で公式アカウント登録してもらって、普段限定動画も流してるんでね、それと合わせてもしかしたらこういうてつさんの秘蔵音源やっていくかもしれないですということでね。いやー、てつさんありがとうございました。すごかったな。やっぱり音楽あっての音量ですから。本当ですねいやー、もうその音をね、オーディオで音が出てる、この音が出てないとかね、そういう以前に演奏を楽しむってこういうことですね。そういうことです。音楽を楽しむツールだからね。本当ですよ。それがちょっと頭で勝ちになって、ツールばっかが先に成功しちゃうもんだから、いやー、反省反省の反省ですね。もうね、ウーハーがなんだ、ドライバーがなんだ、マルチセルラー反省ですね。やっぱね、いいです。演者のやっぱりここの演奏者の絵が浮かぶ、やっぱ心ある演奏を聞くっていうのがね、本来のオーディオですね。まあ、そういうかもしれません。感動しました。ありがとうございました。よっしゃ、もう感動したんで、この音源持ってっていいですか。家でも聞いてみたいんで。ありがとうございました。あ、一応聞いておきます。今のスピーカーはマーチンでいいですか。マーチンにインフィニティとパラパラですか。マーチンとインフィニティのパラスピーカーはね、じゃあマーチン、マーチンとインフィニティをパラ出しということで、ありがとうございました。いやー、楽しかった。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またバイバーイ。てつさんいいですか、出なくても。ないですいいですか。じゃあてつさん出ないって。バイバーイ。公式 LINE アカウントやっております。この LINE アカウントはグループではないので、僕と1対1でつながるだけです。情報交換しませんか。こちらからも情報発信をさせていただきますので、特に限定動画、これはね、結構面白い動画限定で流しております。ぜひ公式 LINE アカウント登録をよろしくお願いします。その他 Instagram や TikTok も頻繁にアップしておりますので、ご登録よろしくお願いします。